Spinner. Poppin' Innovation World Podcast Life Update。 後藤正文がナビゲートしています。トッパンイノベーションワールドエラー、ここからはライフアップデート、ノンジャンル、ノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします。今回アップデートするのは新しい日常です。ね、新型コロナウイルスの影響でね、密の回避が暮らしのキーワードになっていますけれども、まあね、その住まいや働く空間だけじゃなくて、まあ、移動も含めたね、対策が僕らには求められていますけれども、その新しい暮らしのアプローチの一つとして関心が高まっているのがバンライフ、まあ、そうですね、大きい車、キャンピングカーなどを使った日常のデザインということで、今回はそのバンライフを暮らしに取り入れるサポートを展開するサービス、カーステイの代表宮下幸喜さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、そう、キャンピングカーの話ね、僕の友達が、まあ、多分共通の知人なんですけど、その彼がね、なんかね、始めたのを僕ずっと昔目撃したというか、はい、ベンツかなんかのキャンピングカーかな、それに乗ってね、日本中旅して暮らしてるのすごい羨ましいなと思いながら見てた記憶があるんですけれども、カーステイって単刀直入なんですけど、どういうサービスなんですか？はい、カーステはですね、一言で言いますと、うん、まあ、このキャンピングカー版の、うん、まあ、Airbnb みたいな予約のプラットフォームを、なるほど、はい、ほうほう、やってるサービスです、うん、でこうキャンピングカーの、まあ、レンタルですとか、またその個人のオーナーさんが乗らない時に他の人にこう貸し出しができるみたいな、うんうん、そういうカーシェアとかもやっているので、誰もがこのバンライフっていうのを、まあ、いきなり車にこう住み込むっていうハードルがなかなか高いと思うんですけど、まあ、週末からこうちょっと旅行で車を借りてバンライフの体験ができるよみたいなことができるサービスをやってます。なんだ、お試しキャンピングカーみたいな感じもできるってことですね。はい、そんな感じです。僕ね、宮下さんのこと調べたんです、やっぱりゲストでいらっしゃるのでネットで記事読もうと思って、はい、したらなんかすごいね、興味深い話があって、そのキャンピングカー持ってる人って結構たくさんいるけど、何百万台ってあるけど、ほとんど使われてないみたいな。そのあ、そうです、はい、確かに自分がね、キャンピングカーを、まあ、持ってたとして、持ってないですけど、これ年間乗るの多分 2,3 回だろうなと思うんですよね。いや、本当そうなんですよね、うん、あのオーナー様も本当に、まあ、連休とか年末年始くらいしか乗らないので、うんうん、平均すると340日から350日くらいは年間駐車場でこうキャンピングカーが眠ってる、うんうん、まあ、有給してるというようなまあデータもあるので、まあ、その期間他の人がこう借りれると、持ってるオーナーさんも維持費が軽減できて、確かに、はい、でちょっと借りる方も、まあ、レンタカーよりもちょっと安く借りれるみたいなところでこう、まあ、マッチングするようなことをやってますね。僕も個人でキャンピングカー買おうとやっぱ思わないですもんね。そうですよね、そうそうは乗らないだろうし、そう考えるとシェアしていくっていうのはすごく、なんだろう、キャンピングカーにとってもこう、なんていうんですか、はい、無駄な時間というかそういうのがなくなっていくし、いいなと思いましたね。動く民泊みたいな感じで、はい、なんでそもそもこのバンライフ興味持たれたんですか？もともとはですね、私がアメリカに少し留学を学生時代していた時に初めてこの、うん、まあ、バンライフという文化に触れましてですね、うんうん、でその後日本に帰ってきてから、まあ、趣味で外国人をこう日本全国ガイドするようなボランティアとか NPO をやっていたんですけれども、うん、まあ、そこでこう、まあ、このバンライフみたいな形でこう日本でも、うん、まあ、全国その自然豊かなこう景勝地があったりとか、うんうんうん、まあ、温泉とかも全国にあるので、うん、なんかこれをガイドする時に、まあ、車で集いてたんですけども、うん、まあ、これ日本に来る海外の人がちょっとたちも、うん、まあ、このバンライフみたいな形で日本全国旅できるような、まあ、そんなサービスがあってもいいんじゃないかなというようなところのちょっとアイデアが最初思い浮かんで、うん、でちょっと調べてみたらこう日本でも、まあ、キャンピングカー持ってる方も結構いたりするので、うんうん、じゃあもうこれ国内外問わずなんかそういうサービスがあったら日本でこのバンライフもっとあの広がるんだろうなっていうのはちょっとそこのアイデアから関心を持ったってところがあります、うんうん、日本は治安もいいしなんかちょっと展開しやすそうなね、はい、イメージありますよね。そうですね、はい、コンビニとかもあるの で, そうですよ、ね、はい、インフラが結構整ってるというのはあります。でも確かに例えばホテルとかもすごいこう観光地の一番一等地の景色のいいところに泊まろうと思ったら宿泊費がかかるわけじゃないですか、はい、そう考えると割とこういうバンみたいなもので、うん、特に温泉とかもその足湯とかがあったりとか、うん、こう日帰り入浴ができる施設があったりすれば、はい、部屋にお風呂がついてない旅館でも僕はいいんですっていう人もやっぱりたくさんいると思うし、そうですね、そう考えるとすごくいいですね。バックパッカーとかで来てちょっとでもな泊まるとこなとか思ったら、はい、こういうのに安く泊まれたら
楽しいですよね。確かにね。本当そうですね。あとやっぱりチェックインとかチェックアウトの時間にもこう縛られないというか、はい、それあります。そうなん、そういった時間とかこう場所の制約受けない、より自由で滑らかなこう自由気ままな旅ができるっていうのは特徴としてありますね。うん、朝一ね追い出されても時ありますもんね。ちょっと行くとこなくないみたいな、ランチまでどうしようみたいな、はい、そういうところありますよね。確かにね、うん、そう考えたらまあのんびりしてたりとか、それはあれなんですか、バン自体運転することもできるんですか？そういうわけじゃない？あ、もうもちろんできます。あ、そうなんだ、はい、じゃあもうそれで移動して、はい、例えば旅館がないような自然豊かなところにキャンプ感覚で泊まることもできるし、はい、宮下さんのこと調べていて見ましたけど、こうなんかまあ契約したような街中でも許可を得てるようなところに泊まる、なんかお寺の前に泊まれたりもするんだよみたいな話してて。ああ、そうです、はい、本当に空きスペースさえあれば、うん、あのそこでちゃんと公式に、まあ、車中泊とか、うんうん、バンライフができる拠点っていうのが今日本全国300カ所くらいですね、カーセン登録されてますね。面白いよな。で、僕のなんか知り合いの坂口恭平くんっていう人がいて、はいはい、あの人の移動式のモバイルハウスに1回にお邪魔させてもらったことがあるんですよ、吉祥寺にあって、はい、そこで何が面白いかすごい説明してもらったんですけど、建築その基準法は関係ないねみたいな、駐車場に建てると、はい、これ車両だからそうそう法律が違うんですよとかって言ってね、すごいそのいろんな盲点を教えてもらったんだけど、こういう暮らし方も楽しいなと思ってたんだけど、そもそも設備として充実してるバンを利用するっていうのは確かに面白いですよね。はい、そうですね。うん、あとなんか働くところにも使えるっていう、このワークオフィスワーカーのワークスペースとしても使えるし、さっき聞いた話だとなんか J-WAVE では DJ ブースにも使ったみたいな話を聞いていて、はい、なんかそういう使い方もできるんですね。やっぱそうですね、うん、まあ、この、まあ、コロナ禍でとにかく、まあ、テレワークだったりとか、うん、ワーケーションされる方が増えられた中で、うん、究極のやっぱりこうワーケーションってやっぱり絶景の前で、朝はこう日の出とともに海辺でいい景色見て、うん、でちょっとお昼は休憩するときは森の中でインターネットが入らないところでご飯食べてとか、なんかそういう、まあ、移動がやっぱりつきものだと思ってまして、はいはいはい、まあ、そういうそのノマド的に働かれるようなデジタルノマドのエンジニアさんとかフリーランスの方中心に結構バンをそういった動くオフィスみたいな形で使っていただいている方が本当にユーザーさんでも増えてます。なるほどね、はい、オフラインで仕事できるところはそういう静かなところであって、はい、どっか Wi-Fi があるところまで降りてきて、はい、ミーティングなり、はい、書類を送るみたいなそうです、ね、それは夢のような仕事だな。なんかそういう働き方羨ましいな。パッとね思い浮かぶのは音楽とかだとね、モバイルスタジオっていうのがすごい昔あって、多分ねローリングストーンズとかもそれで録音したりとかツアーとかしてるから、あ、なるほど、世界中飛び回りながらも録音できるような仕組みっていうのが多分ね70年代とかにあった気がするんだよね、うん、俺それ本で読んだことがあって、でもただ怪しい言い回しなんでね、その史実はみんなそれぞれねインターネットで検索してほしいけど、モバイルスタジオってのがあったの事実なんですよ、はい、本当に車のバンの中で録音するっていうのが、はいはいはい、そういうのを俺でもやってみたいなってちょっと思いましたよ。じゃあこの機会にぜひキャンピングカー、ね、はい、ギターだけなんかすごい山奥とか行って、はい、機材だけ積んで電気があれば絶対撮れるんで、あ、うん、できますね、はい、うん、楽しみですね。どうなんですか、なんか今後のビジョンとかね、もしあればこうカーステイ、このラジオ機にね、このポッドキャストや放送を聞いてる人に向けてこうなんか、はい、ありがとうございます、うん、あのまあ、カーステイって我々のミッションがですね、うん、あのステイエニウェアエニタイムというので、うん、まあ、この誰もが好きな時に、うん、まあ、好きな場所で、うん、まあ、好きな人と過ごせる世界を作るというのが我々の、まあ、究極目標なので、まあ、そんな未来をこの、まあ、バンライフっていう、まあ、カルチャーを、まあ、広めることを通じて、うん、まあ、我々、まあ、まだまだ小さいスタートアップ企業なんですけども、うん、これから日本でも広めていきたいなとすごい思っております。なんか家族旅行になんか気軽に安く使えたらめちゃくちゃいいですね。そうですね、はい、本当にそういうみんなで なんかいろんなとこに行ったりとかね、うんうんうん、山梨行ってブドウ買ってみたいな、はい、とかね、はい、そういうのに使ってそのまま泊まっていいところにみたいな、はい、美味しいもの食べて帰ってくるとか、はい、いいですね。まあなんか上手にみんなに広まると、ちょっとさっきのなんかオフィスワーカーの話とかしちゃうとね、若干なんていう意識高い系の匂いついちゃうけど、みんながもっとこう普及して使えるようになってくるとね気軽にできたりして楽しそうだなってすごく思いました。いいな、ありがとうございます、はい、ライフアップデート、今回はコロナ禍で関心が高まる車を使った日常のデザインについて、カーステイの代表宮下幸喜さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。
Hotbang Innovation World Era on 81.3 J-Wave.